今日の朝飯は炊き込みご飯と明けの味噌汁になります。今朝はシンプルに明けだけの味噌汁ですね。でもこの油もが加わるだけでね、味噌汁は美味しいです。そしてご飯はサバ缶を入れた炊き込みご飯ですね。サバ缶入れるとね、本当に風味が増して美味しいですよね。サバ缶は万能ですよね。昼食は札幌一番塩ラーメンです。昼はいつもの札幌一番にソーセージとレタスとかき玉をプラスしてあります。ブラックペッパーをかけていただきます。そりゃうまいですよね。いつ食べても札幌一番は裏切らないですね。熱々なのもいいですね。ラーメンにソーセージってのも結構合うんですよね。いや、手軽にいつもの味を楽しめるっていうのは本当にありがたいですよね。夕食は白飯と豚の生姜焼きとサラダになります。たっぷり用意したキャベツの千切りは、これまたたっぷり用意したマヨネーズでいただきます。そして今日は豚の生姜焼きですね。美味しいです。豚肉はとんときも多いけど、生姜焼きもジンジャーが効いて最高ですよね。白飯にぴったりですよね。このマヨネーズのついた千切りと一緒に豚肉を食べちゃってもこれまた美味しいです。やっぱ肉ですよね、おかずは。本日もお越しいただきました。ご視聴ありがとうございます。